初めて会った時印象,印象でもいつ会ったっけえあの何だったっけ地域予選の合宿合宿 合宿の、<laughs> あの、説明会があったん、あって。あ、せやせやせや。立ってたわ、陸。そその時道端に。道端立ってた。あ、そうや、そうや、そうや。で、立ってて、<あ>そのまま、うん、ね、ソニーの方に行って。うん、で、なんか説明を受けた、受けてたんですよね。で、その時に初めてやって。な何年生みたいな、ないくつみたいな、え、京都みたいな、なって。もう,う、なんか地元、伊勢や、みたいなって。で、うん、結構喋ってて。 ってのを思います。確かリク最初見た時に、あでも絶対あの子ニジプロの声っても分かってるなんかさそのいるやん。分かる。だいたい二人いるよと思って。めっちゃあの子ニジプロかなと思って。ニジプロですか？良かったよなで。はいはいとか言って。超人見知り。そう。でその時にあの連絡先交換して。 っていう感じで、す。遊園地とかあとなんかカラオケときっていうの、うん行った、あそれカラオケ行ったの、難しい、あとダンススタジオ借りてダンス、ああ、絶対行ってない、超遊んでね、って感じやな、いろいろ結構思い出はありますね。やっぱでも関西ねやからさ、喋るやつ、それはそう、あとなんか笑う壺とあのボケと作りがやっぱ一緒やから、ノリがわかる、ノリがわかる、なんか。 なんていうの他のさメンバーにさ <laughs> ちょっと言ったらなんか「えみたいな「でえっ?」みたいあ違う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 」<laughs> <laughs> だけどうちらは大体さなんかのまあマイカが好きなあの動画のくだりがいたけ <laughs> 絶対ここが見たい」って部分を絶対に飛ばすか消すかみたいな多分関西じゃなかったら結構ガチで「えあ何してくれてんの?」みたいななるかもしれんけどうちらは「あっ!」ってなるから。 あのノリで言ったことに対してさガチで受け止められてさちょっとさ傷つくこともあるやんたまにそれがさそのすごいそれがわかるからなんかそういうのも言うやつ確かに確かにちょっとガチであごめんとかでもたまにあ違うごめんうんてのはあるかな他の人にこうお互いを紹介するやったらどうやってするええ私はリクはすっごい明るくてあの元気ですごい 他の人の人ことをめっっちゃ考える子、優しい子ってあ優ししいい子て。ですね、うん <laughs> あ。そうやな。私は最初第一印象の時にすごいめっちゃ優しそうな雰囲気で、うん、なんか「あ私はこうこうこうなんですけど」みたいな感じやと思ってたからなんかそういうふうに見えるかもしれんしまああれやけどなんか意外とあの結構さ関西弁強いし、うん、でも人のこと思いやれるし。うんね 優しいけどなんかおもろいからそのギャップなんか本当に前からの面白さって結構変わってるんよね <laughs> 結構面白いからなんか自然にやってる面白さなんか,か受けを狙ってるんじゃなくてあの普通に生きてるその行動存在が面白いからなんかそれは新たななんか魅力魅力やなって思うんで、うん、それはちょっと紹介したいよえ、ね、<laughs> リクはシンプルにリク結構人笑われてるの好きやんうんうんうん。 してるっていうか,、うん、かたまにやるやんなんかこの2歳のくだりみたあ,、はい、ああいうのがの大好き本当,もう本当につぼっちゃうよ。<laughs> う大好きなんよあれおあれでもあれをよく頼んでくるからさ <laughs> あほんまに続いてくれてんやなと思って嬉しいこ <laughs> んな面白い<ー>かだからそういう変なことしてる時が楽好き。 わかありがとうございます。あれ結構すべたらきついやつやからな、わかる自分でやってさ初いやん。だからあの以上助かった。<laughs> そうやな。でも前かさっきもほんま言ってたけど、<laughs> なんなんやろな。なんかボソっていうことと、何笑ってるよ、ね？なん, <laughs> なんかもなんだ。多分これはでもメンバーみんな共あの共感すると思うけど、<laughs> まあなんなんか難しいねない。こうなんか例を出してこれが面白いとかは難しいけど。 何か例えば「最近はまってるものなんですか豚汁です」って言ってるだけで面白いみたいなそれがあるなんか「えっ豚汁?」みたいないつもさラーメン食べてるだけで笑ってくるよ。うん <laughs> ななんんか、か前,前、って、普通はこれ、例えばリカケーキ好きって言ってもやっぱほかにポーテチ食べたくなったりとかさなんかやろう、チキン食べたくなったりとかするけどマイカはもう限って「今日何食べた?」「ラーメン」「今日何食べた?」「ラーメン」「明日はラーメン食べる」みたいなそういう感じやからなんか「んかきいのみたいななって何か「え私も心が一番好きやし」みたいなそんな感じがなんか。 見た目と想像できひんからこそ面白いんやろうなっていうのをなんかそういう時がめちゃくちゃ面白いですね。お互いに知ってる癖、うちらだけがね知ってるやつ。えリクは笑うときに左目を閉じる。ああ、あうなんかウイクしちゃうなんてなんか知らんけどなんかああってなっちゃう。なんでなんやろうな。わからんけど。ええ、マイカはあの絶対こうやる。確かに。なんかこうやってえっと。

なんか怖いやねんけど、はあるかなって感じ。しかに。なんでなんやろな。もうこれ、これ。絶対そう。なんか絶対怖いね落ち着くんじゃない落ち着く。りく、ほんまに手ちっちゃいよな。今これで思い出してんけど。確かに。でも、だいぶちっちゃいですね。どっちがでかいかどっちが。いや、こんなんもう。やばいよ、分かるけなんか赤ちゃんの手みたい。やばいよな。 あやばい第一関節部だってここやもんやばいな、うん、あと私の方がポテポテしてるんですよね<っ>ちぎりパンも言われるしシュ,シュークリームじゃないシュークリームじゃないクリームパン <laughs> クリームパン <laughs> めっちゃ言われるだからめっちゃ羨ましい手が綺麗なのは<っ>、うん、大きいのも羨ましいしなんかこうすらってしてるのも羨ましいえっでかわいくないこれ <laughs> いや全然いくない <laughs> こ,うんんこういうとこですよなんかあの <laughs> 全然いい赤なとかだこからかわいくないっていう お互いを自慢自慢できると思った瞬間あの舞台でリクのライブとかで高音聞くときにもうはぁってなるえーほんまにだから今回やったらあのオレディスペシャルの最高の時あこ<ー>こでいつも泣きそうになるしなんかそういう高音がもうほんまにあのスパーンっていくやん,んアイアムズかも大好きアイアム確かにありがとうございます <laughs> なんかまあもちろん 実力面で言ったらねラップってそんな2人しかおらんしなんかリマと全然違うからこそ強みやなって思うし結構20でまあ歌もそうやしダンスもそうや,しやけどなんかラップが。 結構他のグループそのとは違う系統ののさなな感じがするね。ん,なんかお母さんと喋ってたけどお母さんとよく喋んねんなあの二十について時間時間とか。お互い二人とも違うから声質も違うしう歌い方でも違うしだからなんか違う魅力がまた感じられるのでいつもかっこいいなと思うし、まあ、特にあのねもう伝説であるあの「ハートビートのから」の <laughs> あのかほんまにあーってなるしなんか。 やっぱカメレオンって言われてるだけあって結構見た目がこんな姿してたらさ結構おしとやかやのになんか舞台上がったらめっちゃもう大人っぽくなるし全然リクよりも大人っぽく見えるし <laughs> まあそこは認めますけど <laughs> 大人っぽく見えるしなんかでも可愛くもなれるしっていうのでめっちゃいいポイントだいい聴取だなってめっちゃ思います。尊敬しままますす。すね。ありがとうございます、はい、昔の動画でも見ますか、はい 超昔やねんけど、うわ、あと髪色逆やん。ほんまやな、前かなんか金やも。なんかいや必死感がすごい。ななんかもう、踊ってますみたいな。そうやなでも全然違うよな。なんかさリクが思うにそのアリーナツアーとドームしてもうマジでみんな。 成長したななって、もうんか離なんかいい意味でステージ慣れもしたしカメラの前で歌って踊ることに慣れたからんか自分を表現しようという余裕ができた気がするんかこの時はもうほんまに必死すぎてこれやだからんかいい意味でライブしてさやっぱ全部踊らなきゃからいい。 良いところでの力の抜き加減うんうん、うん、なんかポイントが分かるようになったよな。うん、なんかここで力抜いて、うん、なんかここでもうちょっと強くやった方がいいとか。うん、なのがちょっと分かったかなーっていうのは思います、ね。成長したね。うん、うちら二人で旅行行ってみたいですけど、どうなりますかね。だからどこ行きたい。ええー。絶対京都やろう。京都行きたいなー。な <laughs> まあでも、今のその気持ちやけど。<laughs> 確かに。 でもなんやろな、でもリク意外とね、屋久島とか行きたい。もうなんかパワースポットに行きたいんよ。いいね。こうやって癒されたい。ああ、私なら行きたい。え？ならいいよ。ほんまに？超近いやん。うん。え行こうよ、近いから。ああ。でシカさんは無理やで。あ無理な？怖い。一回じゃ聞いてリク一回鹿になあの鹿さんにお菓子あげなあかるあげるあげるなんかあげた時に。 あの鹿さんどうぞって可愛く言ったのね。<laughs> ほんならな突進して来られてさ <laughs> うわーって言われてでそこからもう行くトラウマなんですよ。それは怖いな。そうそうだからちょっと鹿は無理やけど普通 <laughs> なら行くのは全然よ。確かにでも絶対うちらもさ多分予定決めへんから。<laughs> うん

多分リオとマユカがそのコンビニでお菓子を買ってくれてその裏になんか大丈夫みたいなできるよみたいな私はもらったのを今思い出してあげた。気がする。そその時にさあんまりりくの周りでそんな友達同士でさあんまお菓子あげるとかその書いてあげるみたいなそういうのがあんま氷なかったから初めてやってんかああいうお菓子をもらうのが。で

まあ、多分リクが控室にいたから見てなかったけどうん、うん、リクも、まあ、マイクが鳴いてるのこのモニターで見てはあよかったみたいなって <laughs> で舞台上上がって。 お互い二 i の i u の韓国合宿に行くメンバーに選ばれてもうんかそこら辺にいたねみんなとマイカと陸と他のメンバーと泣ってみたいなあの時の面白かったのがさ私ティッシュ渡されたわけハゴティッシュ持ちながらでえかっめっちゃ面白かった結構あの時泣いてそれ以外の時もう嬉しい時とか悲しい時はみんなもはや二人だけとかじゃなくて泣くから確かに。 でもなんか一回そのなんやっけデビューしたての頃にあの一回ちょっとなんかお互いのそのすれ違いみたいなんが私たちがあってその時ねなんかごめんなみたいなあの。 リクの部屋に来て、ごめんみたいな、大好きやねんみたいな、大好きだよって泣いたのもあったなって感じでそれは結構二人だけの涙かもしれん。今考えたらありえへんな。今やったらそんなないも恥ずかしくてできない。あ、大好き。でも結構ね、謝るよね。 ちょっとぶつかってたけどすぐごめんって言ってたからガンって言って、あごめん」って意外とね言うんよね結構「あごめん」みたいなちょっとぶつかって「あちょっとごめん」みたいなごめ結構ごめん口癖なとこやるからあんまないかもしれんな私たちいろいろ成長してきてると思いますけどそれにんかよって影響されたこととかいやりくはもうすごいさ虹プロの時やってんけどそれがあのもう なんてもう一直線すぎてうん、うん、なんかそのメンタルの強さを最初の頃すっごいわリクすごいなと思ってんなんか怒られてもさねっって感じだったやん。んだだから、ほんまにあの時ヤバかったもん。<laughs> なんか怒られるのが嬉しかったから <laughs>、うん。うん 今やった考えられへん。もう今怖いもん。怒られたくない。<laughs> 今は怖くて怒られたくないし、でもどうやって怒られへんように生きるかぐらいしか、のぐらいで考えてるけど。<laughs> あの時は本当に結構怖かったけど、うんうん、嬉しかった。あ、怒ってくれた。<laughs> <laughs> 結構やばかった。それぐらいだったの。からのからそれを見てすごい頑張ろうってなったし、うん、デビューしてからもリクの あのいつもさみんな笑わせてくれるやん。うん、なんかリクがいるだけでその場が結構明るくなってするから <laughs> もうなんかあれなんよ。 すごい間違った方に行きそうになったらリクが戻してくるえそんなんしたことないけどえ、なんかえ例えばさなんかさ、<laughs> うん、自分がちょっとこうかなと思った時がなんていうのやろちょっと結構それは違うんじゃないってなった時とかも<ー>リクがなんかすごいそっちのこっち側のちゃんとした意見を言ってくれるからうん、うん、あ確かにと思って戻れるそうですね、うん、私はリジプロで一番初めて会ったのもマヨカやったからなんか なんやろ結構近かったし、うん、存在的になんかペアとかになることも多かったし、うん、ずっとその宿舎もさ、うん、20分の時からずっと一緒やったからなんかもはやなんか姉妹感みたいながちょっと昔のからあったからかなんかちゃんとこうたから客観的になんかステージとか見ててもりくには持ってないなんか,かっこよさとかそのラップができるとか普段はこう。 優しいなんかおとなしいみたいな感じやけどなんか意外とステージになったら本当に化けるっていうのがすごいいいなと思うしあそういうのを見てあなんかあえて変えられるなんていうの自分をこうステージの上では変えられたらいいなみたいなすごい思ったからそういう部分ではいつも勉強させてもらってますでなんかあんまりリクは人がこう落ち込んでる時とかちょっとうんーってこうすごい悲しんでる時になんか そうポンポンで大丈夫?」みたいなのができひんからりくはポンポン大丈夫ってすることによってその子がもっと悲しくなったらどうしようみたいな、えー、いがなるけどなんかマイクは絶対に飛んできてくれるから <laughs>、ね、<laughs> 絶対なんか一言言ってくれるから,、まあ、か,からすごいそれを自信満々にできるのがうらやましいなってすごいいってな。偉思います。<laughs> 内心 今日こうやって二人で喋ったけど、どうでしたかいや、もうなんかどうも何も、なんかいつもの感じすぎて <laughs> あそれはそう <laughs> すごい、でもなんか改めて、なんていうの、うん、あ、そんなこと思ってくれてたんや、みたいなすごい聞けたからいい機会でしたね、はい、改めてね、話しましたねじゃあ、はい、ゃあ明日からも頑張りましょう,、はい、りしょうありがとうございましたお帰りですかはい、お帰りですほんなら、ありがとうございました <laughs> あ、よいしょ。 ありがとう。<laughs>